えっとまあ、結局あの真っ当な反対派の人たちもいると思うんですけど真っ当な反対派の人たちよりもそのまあで目立ってる人たちをメディアが取り上げてでこの人たちおかしいよねではなくてこの人たちが違法行為をするような感情を理解しないお前らが悪いみたいな論理を使っちゃうんですよね。 なので、あの結果として、そのまともな反対の派の人が育たないという状況になっちゃったんじゃないかなと思います。なので、んだからそういう意味でいうと、やっぱあの、合理的に考えると、反対派が増えないようにやってるって考えている方が、なんか、合理的な結論な気がするんですよね。だから、本当に反対派を増やしたいのであれば、もっと多くの人が同意するような活動をした方がいいと思うんですよ。例えば、反対派であれば、座り込みをするべきであるみたいな、あの座り込み無意味じゃね でそれよりあの国会議員に陳情した方がよくねとかロビー活動した方がよくねとかっていうその解決をするためにどうすればいいかっていう風に考えてで,過去は過去で,すとであの現実としては過去に彼らその反対の人たちがやった行動というのは全て無駄でしたっていうのが事実だと思うんですよ。 たあの認めたがらないと思うんですけど、結果として、その日本政府がやろうと思ったことがずっと続いていますと。まあ、辺野古の基地移転は民主党が決めたんですけど、なのでその民主党だったり自民党だったり公明党が決めた通りになってますと。 なんでその反対派の人たちがこうやった方がいいんじゃないのっていうやり方は間違ってましたっていうのをまず受け入れるべきだと思うんですよね。まあ別に受け入れたくないならそのままやればいいと思うんですけどじゃあその反対派の行動自体がまそのうまくいかないんだったらどうやったらうまくいくのか新しい方法を試してみて解決するのを探そうねってやった方がいいと思うんですけどあの日本の人ってそれ苦手なんですよね。正しいことをやるためには 多少の違法行為をしててもよいよいいいねねという,ふうに考えるる人って結構いるんですよ、ね、なのでその結局その正義とか法とかを守るべきだよねっていうのを本心から言ってるんじゃなくてその自分たちの目的を達成するために法を守るべきであるとか正義を守るべきであるって言ってたりするのでなのでその目的達成のためであればあのこっそりばれない形で違法行為をするのは OK っていうふうに思っちゃってる人も結構いるんですよ。 でも一応なんかガンジーさんとかはそのなんか目的がどこであれあ、正しい行動でやるべきだよねみたいなこと言ってたっていう。結局じゃあこういう時の話でも必ずガンジーさんっていう名前が出てくるじゃないですか。で、それぐらいやっぱりその経由な人だったってことだと思うんですけど、でもやっぱりその目的が正しかったとしても行動もきちんと正しくすべきだよねっていうふうにみんなが思ってるので結局ガンジーさんって今でも名前を出されるってことだと思うんですよね。なのであの僕はやっぱりその人のその人が 共感するとかっていうのはやっぱりその法を守ったりとか暴力をしないというのは大事だと思うのでなのでなんか暴力をしている人たちがなんか非暴力的な抗議みたいな嘘をついてでじゃあそれ手伝ってみたら実際この人たち暴力やってましたってなるとやっぱ「おいおい俺たち騙されてるじゃん」とかその暴力行為の片棒担いだことになっちゃうじゃんってなっちゃうのはよくないと思うんですよね。 なのであの、事実をちゃんと言って、まあ、暴力行為やります。俺たち暴力行為も違法行為もしますそれでも応援してくださいっていうのであればそれで応援する人は別にいいと思うんですよ。 あのな,なのでただそれで応援している人が何人いるかっていうと今そのトラックを止めに来ているあの十何人の人たちだけしかいないっていうのが多分現実だと思うんですよね。結局そのあの沖縄の新聞が割とそのあの左側に寄っているというのがあってその沖縄の新聞を見てるとその基地に反対している人がめちゃめちゃ多いというふうに見えるんですけどでもその地元の人の中にはそれなりに容認の人がいるっていうのがただそこが可視化されないんですよね。 なのであの本土の人が、まあ、結局その沖縄の人たちっていうのは自分はその容認だよねとか賛成だよねって言いづらいというのがあるので,で本土の人たちって沖縄どうなのって考えると沖縄西が報道しているものを見がちなんですよ。なのでその沖縄の人たちってそのなんかすごい反対してて基地なくなってほしいと思ってるのになんかそんなことができないんだかわいそうって言って本土の人たちが行くみたいななんかそのパターンが多いんじゃないかなという気がしてます。でのけどで結局その あのまあ顔バレするのが嫌だからその動画を使ってほしくないっていうのはアベプラの方に言われたんですけどまあその現地の若い人たちが言ってたのは。 あの沖縄の未来って言ってるけど本当に未来を気にしてるんだったらあの道路止めめるのやてててほしいって言っ言たんですよねあの結局沖縄高専っていうところがのその辺野古の基地の先にあるんですけどであの道路止められると20分ぐらい止められるとあの普通だったらバスであの学校に間に間合うところが遅刻すするんですよ <laughs> 要はそのいつもだったらこの時間にそのトラック止められるからちょっと早めにバス乗りますっていうのがあってもやっぱり道路の状況でその間に合わなくて。 その道路ででトラック止めてるるところに引っっっかかっちゃったりするんですんよそうするとあの結局そこで20分待たされるので結果としてあの授業遅刻になりますみたいなのがあってあの反対するのは全然いいんですけどあの道路止めるのやめてほしいんですよね <laughs> って言っててそりゃそうだよねっていうふうに思ったんですよね。 で一応その,あの反対派のトラックを止めてる人たちの言い分としてはそのなんか15分でも20分でも止めることによって工事が遅れるという主張をしてるんですけどあの別に工事の進行とは全く関係ないんですよね要はそのじゃあ20分遅れましたって言ってトラックが入ってで砂バーってやってでそれで別にその砂全部置き終わった後なのであの結果としてその日にやらなきゃいけない作業は全部終わってるんですよ で最後の便が15時なので多分まあ30分遅れて15時半に入ったとしても別にそれであの砂捨てるっていうのは砂を入れるっていうのはできるよねっていうそういう予定の構成をしているのでその毎回毎回10分15分を遅らせるというところで工事の納期自体に影響はほぼないんですよ。でただ要は多分その普通に考えたら納期が遅れないようなスケジュールで入れてるんですけど。 で今その辺野古の基地をもともとじゃあこの期間であの埋め立てれば基地作れるよねって言われてたんですけどその地盤が柔らかいところが見つかってしまったので結果としていつ工事が終わるか分からないといとう状況にななってるんですよなのでそれで納期多分伸びるんですけどだから納期伸びたじゃねえかっていうので文句を言うっていうそのカードがもともと地元民にあったはずなんですけどその毎回毎回15分とかを止めるやつらがいるからあのせいで納期が伸びたんだよって言われると。 その、いやいや、そんなことないです、とも言えないんですよ。なので、その、なんか、工事の納期が遅れるための言い訳を一生懸命与えてらっしゃる方々だと思うんですよね。だから、なんか、で、その地元の人たちの、まあ地元の高校生は、その、トラック止められることに困ってるっていうで、渋滞するからめんどくせえって地元の人も思ってると。っていう状況なので、なんか、果たしてあれは誰のためなのっていうのがよくわかんないですよね。なので、その、 要は反対運動を続けているという自分たちの価値観っていうのをそのまま残したいっていう自己満足が割と強いんじゃないかなと思うんですよね。僕も、えー、と名護市の市長が基地を反対しなかったので結果として補助金だったりが出てで子どもの教育の無償化とかしたんだっけななんかっていう形でその日本政府が出る形でその名護市の市民にお金を還元するっていうのをやったみたいなんですよね。でなので順番としてはそっちが先だよねっていうふうに僕も思うので。 なので、まず、その沖縄にいる人たちが経済的に幸せになる形をどう作るか、っていう方が大事だと思うんですよね。で、まあ、アベマプライムでも言ったんですけど、えっと、まあ、僕、そのあの基地反対派を冷笑してるんですけど、じゃあ、その沖縄の基地の問題をどうするべきかっていうので、その沖縄に負担がかかっ。 いてで沖縄ののの一般の人たちが困ってるっててるいうのはでですよねで今その日本政府たちがやってるのってあの軍用地主に対してお金をいっぱい払うっていうのでそのお金持ちの人たちが昔軍用地っていうのをいっぱい持ってでその軍用地を貸すっていうのに関してめちゃめちゃお金を払うっていうのがやっててその沖縄の金持ちはめっちゃ金もらい続けていてで貧乏な人はなかなかきついよねっていう状況になってるのでなのであの沖縄の基地負担が多いからじゃあ日本政府としては沖縄の県だったり町だったりっていうところに お金をいいいっぱい払いますせんっていう形にしただじゃあいっぱい払いますって言ってもその日本国の99%は沖縄人ではないのでいやいや沖縄の人ばっかり払うのは良くないでしょってなっちゃうのでじゃあこの基地を受け取った自治体に関しては3,000億円4,000億円払いますっていうのをするとじゃあ佐賀県とか高知とかがえ3,000億円もらえるんだったら俺んとこ基地作ってっていうので手を挙げるっていうパターンもあるんですよ。 であればじゃあその佐賀の人もなんかあの基地作って3,000億円もらったらやったとか工事の人3,000億円でやったとでそのかわり沖縄のそのまあ取り分は減りますよと。なのでその沖縄の人がじゃあうちに置いてもいいよっていうんだったら、まあ、沖縄の場合はその他の地域よりもあの地の利としては沖縄に基地があった方がいいよねもあるのでじゃあ沖縄基地を置くんだったら3,000億円プラス500億円で3500億円でその基地を置きますみたいなあ,のある程度の入札系、まあ、入札にしちゃうとそのワンチャンでこうなんか高いところでやって後でこういう。 色々うことになったりするのでその各地方自治体で受け入れるっていうところがじゃあうちだったら3,000億でどうみたいな形で話を進めるっていうので沖縄の負担を減らすかもしくは沖縄にお金が入るっていう形の方がよっぽど今よりはまともなんじゃないかなと思ってたりします。えっという主張をするっていうのなんですけど残念ながら自衛隊だけで米軍に勝つのはなかなか難しいんですよね。 まあ、核持ってなのであの自衛隊がある程度その独立しても戦えるよねっていう戦力を持つのであればあの米軍を追い出して自衛隊で自分たちを守るっていうあの、まあ、独立派としては全然ありだと思うんですけどなのであの結局その米軍を追い出してきた場合自衛隊だけだと勝てないよねっていうことに対して答えがないのでなので結果としてその米軍反対派っていうのは。 まあ自衛隊も一緒に負けてしまうので米軍反対するということはイコールその中国が攻めてきたら戦えないよねっていう意見になっちゃうんじゃないかなと思いますなのであの日本はさっさと核保有する方がいいと思うんですよねで僕あの割と前から言ってるんですけどあのトランプ大統領が日本も核持てばいいじゃんって言ってる時に「ああトランプ大統領がそう言うんで待ちます」って言ってあの時にさっさと核作っちゃえばアメリカも承認せざるを得なかったと思うんですよね。 えっとね、その世間とそのトラブルを起こさないようにしようとしていると多分日本の国力はどんどん減ってっちゃうんですよね。は一般的には正しいんですけど。 でも結局その中国はその国際協調なんて知ったこっちゃねえよっていうのもやるしもうロシアも国際協調なんて知ったこっちゃねえよっていうのもやるしであのトランプ大統領時代のアメリカとかもあのなんか関税とかを日本にかけたりとかして要はそのアメリカのために日本が犠牲になるのは当然だよねっていう考え方で,であのヨーロッパももちろんそういう考え方をしてるのでハイブリッドトヨタとかが作ってるハイブリッド自動車とかその燃費のいい車っていうのはヨーロッパのメーカーは作れなかったんですよ。 なので燃費のいい車っていう形で排ガス規制をするのはもう日本が勝っちゃうからそうじゃなくてガソリン自動車禁止にしようぜっていうのをヨーロッパは言い出し始めたんですよ。ガソリン自動車禁止ってやるとトヨタの今まで作ってた低燃費だったらハイブリッドっていう技術は使えなくなるので結果として電気自動車。 戦争になったらヨーロッパが割と強いよねとでただあのそれでもそのトヨタとか日産がいいモーターを作ってくる可能性があるんですけどでそこでヨーロッパの考えたのはあの石油とか石炭とかで発電してるような国の自動車は関税高くしようぜっていうのを始めたんですよ要は同じモーターでめちゃめちゃ性能いいですってなったとしてもでも日本って火力発電で作ってますよねだからペナルティです。 でヨーロッパの場合はノルウェーの電力で作ってたらノルウェーは水力発電なのでこれは環境にいいモーターだからこれは感染をかけませんみたいな形でヨーロッパが得するルールっていうのを作り続けるんですよ。だってそれヨーロッパの人たちにとってみたら当然じゃないですか。自分たたちが幸せにななるためのルルールなんだから なので国際協調って言いながら実はアメリカとかヨーロッパとかロシアとか中国とかはいかに自分の国の価値を高くして他の国にその落ち着けたりとかトラブルを起こしたりっていうので国力を増やすっていうのをやってるんですよでも割と日本の人たちってすごい生真面目なのでなんか国際協調しなきゃいけないよねってなってるんですけど僕はだからそのトラブルを起こしてでも核を持つべきだしトラブルを起こしてでもその北方領土を日本が取った方がいいんじゃないかなと思ってたりします。